1社目に所属している時に社外活動とかってされてたのかなって気になってて、例えば副業とかでもいいですし、ボランティアとかそういうのでもどうですか？ベンチャー企業でインターンした経験があって、20歳の時に社長が25歳だったんです。で、自分自身が25歳になった時になんか今の俺すげえちっちゃいなっていうふうに衝撃を受けたので、なんで会社経営者にいっぱい会おうと思って経営者に会う時間はいっぱい作った。本当にこの自分がサラリーマンとして生きてていいのかなっていう疑問を持ったので、めちゃめちゃ金持ってる儲かってる人とかに話を聞きに行ったりはしました。副業はしてなかったですね。まあ勇気がなかったのかと思います。僕は情弱で弱かったです。僕はもともと俺年収1000万ぐらいでドヤ顔してたけど、なんて狭い世界に生きてるんだろうっていう、ドンキで頭殴られちゃうぐらいの勢いがありました。生活のほとんど仕事、で副業もしてない。でやっぱ3年目4年目ぐらいから余裕が出てくるので、基礎ばかりやってる自分に不安になるので、はい、大丈夫かなと、社会どうなってんだろう、いやそう本当そう思っていろんな人に会いに行って話をして紹介してもらってでいうのを1年ぐらいやってましたかね。今の1、2、3年目の方って副業とかした方がいいと思います？するべきだと思います。広い世界を知れるから。もしするってなった時に本業で携わっているようなところとは全然違うところとかの方がやっぱいいんですか？僕が思うのは人で選んだ方がいいと思ってて、自分がやってるよりかはその社長が尊敬できるかどうかっていう人、なおかつその人が儲かってるかどうか、儲かってるところと一緒にやった方がいいと思う。副業した方がよくて、自分の市場価値を測ってほしいっていう感じで、自分の会社の人しか知らないとどん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 逃げ道なくなっちゃうので、自分をフェアに評価してくれる人をいろいろ持っておいて、まあ、よそで自分を高く雇ってくれるんなら、そこに行けばいいし、それを言えばいいし、自分を評価して買ってくれるところで副業したらいいんじゃない？お二人の話聞いて、副業の定義ってお金もらって業務をする以外にも人と会うとか選択肢を広げるっていうのもある種の副業なんだなって思います。社内での交友関係を広げたりするためにお二人は何かされてたこととかってありましたか？僕やっぱ会社の行事とかめっちゃ参加してますけどね。なんか社員旅行とか1年前はニューカレドニアだったから。やっぱり職人組織なんで、棟梁が何人かいるんですよ。普段はみんなね、1日16時間働いてるからできないんで、偉い人が全員くつろいでるから、話すチャンス。仕事以外でのカジュアルな場に参加するっていうのも大事。そうですね、めっちゃ合コンとか企画してましたね。いろいろな世界を知った方がいいと思う。僕はラグビー部入ってたんで、本当にいろんな部署の人があったけど、無駄な付き合いもあったので、でもそれを今判断するの難しいな。合う合わないもあるし、強い弱いもあるから、もうわらしべ長者せっかくやつにわらに戻ったらもったいないわけなん で、 そうです、ね、一緒に仕事したいっていう人をやっぱりピーンって見つけて、見つけるべきだね。大事じゃない、それは。二方が1年目の時にこれはやっといてよかったって思うことと、これはやり残したなって思うことが、もし覚えていたら教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、やってよかったのは、燃え尽きるぐらいまで働いたのよ。頭をね、ずっと使ってっていう感じなんですか？分析、資料作成がやっぱ若手のうちは多いですかね。先輩たちが日中5本とかインタビューすると、先輩たち終わりなんだけど、そこから5本の議事録が夜中残って翌朝までに地獄だなって経験値を積んでれば、その議事録の中でもこれはいらないとこれがいいと判断できるけど、最初はそれが判断できないから全部書き起こすしかないみたいな地獄が待っているので、まあ、それもある意味経験が大事。やっぱ練習は裏切らないから、もう練習量っていうのは悔いがないですね。やればよかったなって。企業とコンサルは真逆だっていうことを早めに理解したかったら、コンサル極めてれば起業できると思ってたから、打数と打率みたいな、分かりやすい。間違っててもいいから、とにかく作っちゃう、やってみるっていうのが企業世界では大事だけど、コンサルはやっぱり2ヶ月かけて正解である可能性が高いものを出す。そのためには確かに社外を見るとか、自分で調べるとか、もっと起業してみるとか、もったいないかなって感じですね。それにすら気づかないぐらい、目の前のところに没頭してたんだな。そうなっちゃいますよね。僕もそうでしたし。要は信頼されるって目的において、場数で勝負するのか、緻密で正確なピチッとしたものを出すのかっていう違いで。じゃあ、その人の特性とかによって選ぶべきですね。働き方とか、働く業種っていうのは。両方知ってればいいんじゃないか。こういう世界もあるし、こういう世界もあるんだっていう両方を知ってればいいと思う。やってよかったことは効率化ですね。業務効率化で何かちょっとエクセルのショートカットとか、マウス使わずにエクセル使うこととか、業務効率化のためのツールを使ったことは最初に早かったんで、それ以降別に3年目でも5年目でも、ね、今でも全部効率化されてるから、それは良かった。やらなくて後悔してるのはやっぱり世界を広げることで、
それこそ経営者の人とかと会う機会は全然なくて、本当家と会社の往復でシニアまで残業してみたいなのだったから、なんかもっと世の中ってこう広いんだよってことをタイムマシンがあったら当時の俺に言ってあげたいっていう、そんな一つのビルで起業すんなよっていう言ってあげたいし、年収1000万のドヤ顔すんなよっていうふうに言ってあげたい。そう思うと、まあ、コンサルで最低限必要なスキルって、その企業の世界に行っても、まあ、実は自然と身についてれば割と使えちゃうものなのかな。要はでも相手からの信頼を得るためにっていうところのポイントが抑えられてれば、そういう意味でやっぱ両方できるようになりたいなって思いました。サラリーマン生活で後悔していることがある。学生時代に起業すればよかったかなとは思うけど、うん、サラリーマン以外の生き方をもっと早くすればよかったなっていう後悔がすごくあって、うん、後悔しなかったわって言える状態でサラリーマンを卒業したい。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。